パクモドゥパ政権とは、1358年から1480年にチベットを支配した政権。パクモドゥパは、パクモド派とも書かれ、チベット仏教の一宗派、カギュ派の支派。元朝と共に衰退したサキャパ政権から、チベットの政権を引き継ぎ、1480年にパクモドゥパ政権が衰退すると、リンプンパ政権に移った。 政権はさらに1565年、参賀政権に移る。恩恵国サン・エルネド・アール関連地図、R= イコールリン、L= イコールラサ・パクモド派は、カム出身の貴族ドルジェ・ギエルポが海祖である。ドルジェ・ギエルポは、死のガムポパからカギュ派の長に任命され、ダクラ・ガムポ寺院を任された。1158年、恩恵国の東側の谷にある、パクモドの地に定着し、 デンサティ・ルジーンを混流して、新州派を開き、ドルジェ・ギエルポは、パクモドゥパと呼ばれるようになった。13世紀初め、チベットをモンゴル帝国が襲った。モンゴル帝国は、初期から内部の争いが絶えなかったので、各宗派はそれぞれ自分のモンゴルの保護者を探した。パクモド派は、フレグとの接触を試みたが、フレグは1265年に、死んだ。結局、 チベット中央はクビライを保護者に選んだサ先派が支配するようになった。パクモド派とデンサティルジーンも時の経過とともに発展していた。13世紀の初めに州派の長が空位になると出自不明の乱子が創造職を継ぐようになった。これ以後、デンサティルジーンの創造職は乱子出身の僧侶がパクモド派の支配地域は乱子の長が支配するようになった。 クビライはサ先派に大きな権限を与えたが、一方でチベット十三万戸を設けて各万戸町に地方自治を行わせた。1322年、パクモド派の町も万戸町を任された。パクモド派の初代万戸町はランチャンチュップ・ギエルツェンである。パクモド派は恩恵国を下ったブラマプトラカワナガンにあるね、ドンをも支配した。チャンチュップ・ギエルツェンは隣接する。 ヤムサンマンこと争いを始めた。サキャパ政権はチャンチュプ・ギエル・ゼンを二度投獄するが、チャンチュプ・ギエル・ゼンの権威は揺るがなかった。1347年にサキャ派が分裂して力を弱めると、チャンチュプ・ギエル・ゼンは、セル、ディグンなど、ラサ東部を次々に攻略した。1354年には、サキャの長がチャンチュプ・ギエル・ゼンに事実上降伏し、 さらに1358年に、左ャの長が大臣に暗殺されて、チャンチュプギエルゼンが、チベットの長となった。チャンチュプギエルゼンは、パクモド派本拠地のネドンを首都とした。パクモド派政権が支配したのは、チベット中央のウーツァンである。チャンチュプギエルゼンは、チベットをゾンという行政単位に分割し、知事は、チャンチュプギエルゼンが選んだ。また、万廃止し、 代わりにゾンを13のゾンチェンに分けた。また、独自に13王法を発令し、法令上もモンゴルの支配を脱した。処刑なども法に則っ,って行われることになった。処刑の見直しは仏教が浸透した影響もある。また、人口を9つの階級に分類した。また、道路と橋の大々的な建設を行った。1364年。 チャンチュプ・ギエルゼンの後を、老いのジャムヤン・シャー・キャ・ギエルゼンが継いだ。彼は1368年に、元が滅びると、モンゴル支配の名残を一掃した。1402年に即位した、ミンの英楽ミカドは、対外政策に力を入れた皇帝だった。ミンは1406年、中央チベットのネドン政権を承認し、戦火王の賞を与えた。合わせて、 東部のリンとゴンジーを小王国を承認した。一方、明は、元朝に習ってカギュ派やサ酒派に死を送る、要要請する施設を送ったが断られ、代わりに1407年にはカルマ派のチョーカルマパコイが、1408年には、ゲルク派の階層、ゾンカパの代理として、デシジャムヤン・チョジェシャー・アキアイシェガ・ミンを訪問している。ミンは1409年、チベットの知事を、 帝国の組織に編入したただし現代のチベット研究者ロランデーは、これはあくまで形式的なものであり、かつての元の時代と異なって、政治的にも宗教的にも両者には関わりがなかったことを強調している。1420年代、タクパギエルツェンの次男サンギエ・ギエルツェンは、リンプン家の娘と結婚した。タクパギエルツェンが死亡すると後継者争いが起き、 リンプン家の支援を受けたサンギエ・ギエルゼンが1432年に6代目、パックモド派の長に即位した。しかし、翌1433年には罷免され、リンプン家の妻との長男タクパジュンネが、デンサ・ティル寺院から戻って7代目として即位した。リンプン家は、チベット中西部のツァンを支配し、4月東部のリンプンを首都とした。一方、 パクモド派の本山伝作ティル寺院は、正解とは別に総上院が支配していたが、1444年に総上くらいの僧が死ぬとこれを空位にし、リンプンケガネドンをも支配した。パクモド派の長の領土は、ラサ周辺のウ,ウのみとなった。1480年代、ラサでゲルク派とカルマ派が対立して、寺院を焼き討ちする事件が起こる。これを機会に、 リンプン家の長トミユドルジェはカルマ派の殺傷者マルハと結び、ウーに侵攻し、パクモド派の長君ガレクパは首都ネドンから追放された。トンユドルジェはチベットを支配するようになるが、1五百六年に彼が死ぬとネドンは無政府状態となった。五百六十五年にはリンプン家の行政官、セテンドルジェがザントへ王としてシガ月を中心としてザンデッパを支配し、 リンプン家のチベット支配が終わった。なお、その後も、チベットでは、争いが続き、ダライラマ5世が17世紀に支配体制を、確立するまで安定した平和は訪れなかった。ロランで AP102、旅行人ノート P92、ロランで AP79 立川 P43、ロランで AP96ABCDEF ロラン、で AP102 から111チベット市、 年表2008年4月27日確認。原点は民主再起連。AB ロランで AP112、旅行人ノート P99、ロランで AP122。ありがとうございます。